こんにちはです2022年3月21日月曜日、今日の時事マラソンは「ニュースウィーク日本版ウクライナ戦争で高まる日本の核武装論」の前に議論すべきことを取り上げます。今日はいつもの日経ではなく「ニュースウィーク日本版」の川と昭夫さんのコラムを取り上げたいと思います。ロシアのウクライナ侵攻が続いていてる中で 日本の国防防衛をどうするかという議論がポツポツと出てきています中でも核シェアリングの議論アメリカの持つ核を日本に配備しアメリカと日本の共同で運用するというものです社会の授業で習った比較三原則持たず作らず持ち込ませず持たず作らずは変えないけど持ち込めるようにしませんかとも言い換えれます 文明国同士ではもうありえないと思っていた戦争がいとも簡単に起き非文明の世界になってしまう。これを受けてアメリカに守られた体制の中でアメリカの戦争を非難し平和を叫んできた戦後ののんきな時代は終わり憲法改正、核武装いろんなタブーを外して安全保障を現実の問題として考えようと言いたくはなりますが。 それもまた紋切り型で思考停止に近いと。問題は日本の政府や社会がまだ近代国家という怪物を使いこなせるほど熟していないことだ。そして政府の当事者たちも日本の安全保障をこれからどうしたらいいのか方向性がつかめていないと川藤さんは言います。この記事を目にした時確かにそうよなと思いました。 ウクライナの状況を見ていると、日本も明日は我が身と思いはしましたが、いきなり核武装、核シェアリング、非核三原則を崩すと言われても、ちょっと急ぎすぎないかと感じていました。すぐ核みたいな飛び道具に頼るのではなく、もっと考えないといけないことがあるのではないかなと、それがアメリカに国防を頼りっぱなしでいいのかとか。 本当に自衛できる自衛隊にするのかとか、沖縄の基地問題も全然解決できていません。集団的自衛権の限定的な行使を可能とする安全保障関連法が2015年に成立しましたが、これもおそらくプロセスの一部だと思います。このプロセスを経て最終的にどんな絵を描こうとしているのか、 まだどんな縁になるかはわからなくて、走りながら考えているというかもしれません。もちろんそういうケースもありますが、国防については、ウクライナが現実的に侵略されています。日本は中国、ロシア、北朝鮮に囲まれています。台湾有事がもし起これば、対岸の火事に終わらないのは確実です。走りながら考える環境にはないと思います。 こんにちは佐々木で,おきです2022年3月22日火曜日、今日の時事マラソンは、日本経済新聞長官1面、目標なき国の政策乱立、3割が成果検証できずを取り上げます。政策効果を検証できない国の事業が乱立しています。毎年度の収支や進捗を記す業績事業レビューシートを日本経済新聞が点検したところ、 終了年度の成果目標を示していない事業が3割強に達しました。予算の適正さと費用対効果を判断する基準がなければ財政規律は緩みます。各府省が予算獲得に満足し、検証を軽んじる姿勢が浮かんできましたとあります。日経新聞が調べた21年度公表のレビューシートで、 終了年度を明記している1405事業の中で32%にあたる444事業で終了年度の成果目標がありませんでした。その444事業のうち192事業は最終目標を事業終了後に、95事業は期間途中の目標しか設けていませんでした。最終目標を事業終了後にとは、 まあとりあえずやってみて事業終了後に最終目標を決めましょうか。期間途中の目標もとりあえず目標がないっていうわけにはいかないので達成できそうな低めの目標だけ立てときましょうかという感じでしょうか。両方ともにあるとりあえず感がひしひしと感じられます。さらにはそもそも最終目標すらない157事業はとりあえず目標立てとこ感すらありません。 とりあえず事業だけスタートさせようか感はありますが、この業績事業レビューシートは、約5000ある国の事業全てを毎年外部の有識者を交えて総点検し、無駄な支出や改善点がないかを見直す制度で、民主党が2010年度に導入し、自民党に政権交代をも引き継がれています。外部の有識者が総点検をした結果、 今回の検査結果、調査結果が出たんでしょうが、ただチェックするだけじゃなく、成果が出ない関連事業の予算を減らすとか、達成率の悪い省庁を公表するとか、人事の査定を下げるとか、検証だけでなく、改善につながるアクションが欲しいところです。民間企業なら普通にやっていることが国ではできない。制度が導入されて10年以上経っているのに、この低たらく、情けない話です。 あと、国の事業が約5000あるとありますが、この中には、意味のなさげな省庁の仕事してますアピール的な事業が確実に含まれていると思います。事業に使われる人件費や補助金などは税金で賄われます。ざっくりですが、1000程度に減らしたらいいんじゃないでしょうか。こんにちは、さつきおきです。2022年3月23日水曜日、今日の時事マラソンは、 日本経済新聞有刊3面開幕マスクへ松川素質十分を取り上げます今日は珍しくスポーツネタです今週の金曜日に開幕する日本のプロ野球今年はこれまでの2年間にあったコロナによる制限がかなり緩和され9回打ち切りではなく延長12回までになりかなりビフォーコロナに近づいてきました そんな日本のプロ野球に昨年のドラフト会議で多くの選手がプロの門を叩きました社会人であっても大学生であっても入団初年度ルーキーイヤーから活躍するのはなかなか難しいですそりゃそうです先輩を押しのけないと新人は活躍できないわけですからさらには高校卒業してすぐに活躍するのはもっと至難の技ですプロの水に慣れてから数年後に活躍するのが普通です そうは言っても、これまでにも高卒1年目から大活躍した選手はいるにはいました。例えば、今年初めて中日ドラゴンズで指揮を執る立浪和義監督は、PL 学園を卒業後、前の年に本塁打王だった宇野勝選手をセカンドに追いやり、ショートのポジションを獲得、守備の名手に与えられるゴールデングラブ賞を取りました。 高卒ルーキーがゴールデングラブ賞、それもショートという難しいポジションで取るなんて、これから出てこないとも言われています。立浪さんと同じ PL 学園の2年先輩、清原和弘選手は、高卒1年目で31本塁打を放ち、新人王に輝きました。当時上昇チームだった西武ライオンズの4番に高卒ルーキーが座り、31本塁打。 この記録もこれから破られないんじゃないかと言われています。昨年ドラフト1位で一律和歌山高校から千葉ロッテに入団した松川虎選手が至難の技に挑戦しようとしています。彼がすごいのはポジション。どのポジションよりも経験が必要で高校を出たばかりの選手にはまず無理と言われている捕手・キャッチャーで開幕戦先発の座をつかもうとしています。 高校を出たばかりの保守が開幕戦に先発で出場すれば16年ぶり3人目の快挙だそうです。当たり前ですが全員年上のピッチャーをうまくリードししぶといバッティングも評価されているようですがこの記事によるとピッチャーや内野手に指示を出す声がいいらしいんです。この声はテレビやラジオではなかなかわからないのでぜひ球場で聞いてみたいところです。 ちなみに新人のゴールデングラブ賞は過去に9人しかいません。保守は社会人での古田敦也さん、ただ1人。高卒新人では先ほどの立浪さんと松坂大輔さんの2人だけ。高卒保守でのゴールデングラブ賞はまだ誰もいません。こんにちは、き月ろきです。2022年3月24日木曜日、今日の時事マラソンは。 日本経済新聞長官3面ゼレンスキー氏国会演説核の脅威訴え共感喚起を取り上げますウクライナのゼレンスキー大統領は昨日23日夜日本の国会でオンライン形式で12分ほど演説しました岸田文雄首相ら500人超の国会議員を前に日本を意識した共感しやすい表現を重ねて支援強化を呼びかけました先日の時事マラソンで 米議会で真珠湾攻撃の例を挙げたことへのハレーションを心配していましたが滞りなく終わってよかったです G7 では日本の後に行うフランスが最後になるようですゼレンスキー大統領としては日本などの世論喚起を通じて必要な支援を引き出す狙いがありますそういう意味では国会議員の大部分が肉声を聞くことができ良かったと思いますが ゼレンスキー大統領が話した内容については特段これというのはありませんでした。米欧での演説とトーンは異なり、厳しい注文もなし。米議会では、ウクライナ領空での飛行禁止区域の設定や地対空ミサイルや航空機の供与を要請。イスラエルには同国製のミサイル迎撃システム、アイアンドームを念頭に武器供与を要望するなど、具体的なリクエストがなされました。 欧米とは違って日本に厳しい注文がなかったのは日本がやることをやっていて文句のつけようがないのではなく日本に軍事面でのサポートは期待できないことが分かっているので当たり障りのない内容になったのだと思いますロシア軍がチェルノブビール原発などを制圧したことを挙げて核の脅威を日本に訴えましたが確かに日本は唯一の被爆国でかつ原発事故も経験したのを踏まえて触れたのかもしれませんが これも日本は事実上アメリカの核に守られている状態で矛盾を抱えている国なのであんまり突っ込んで話をするとややこしくなりそうです。日本側としては原油や液化天然ガスを生産する極東の資源開発事業サハリン1、2からの撤退を言われるのではと心配していたようですが具体的な要求はなく安堵の声も上がったようです。 それじゃあ、ウクライナに対して、今の日本に何ができるかというと、あんまりありません。地理的に離れていることもあるので、難しいとは思いますが、あれこれ言われなくてよかったではなく、何ができるかを考えてほしいなと思います。ゼレンスキー氏も触れていた国連、特に安全保障理事会の改革については、日本ができることはあると思います。こんにちは、さつきヒデです。2022年3月25日、金曜日。 今日の時事マラソンは、日本経済新聞長官15面、戦火でも続く人生、ドレスなしの結婚式を取り上げます。ロシアの侵攻にさらされたウクライナ市民の中には、不自由さの中でも生活が戦争一色に染まらないように、平時に大事にしていた趣味や予定を守ろうとする動きが出ているという記事が目に留ま,まりました。 例えば、児童小獣カラシニコフを手に警備をしていたアルテムさんは、もともとは作家兼写真家。現在は兵士として首都キエフの防衛に当たっていますが、ある日近くを飛んでいったワシの写真を撮影し、スマホアプリで本当にワシかどうかを確かめました。カラシニコフを片手に鳥の種類を調べる自分自身に驚いているようです。戦闘が激しさを増すキエフに留まっているオルガさんは、 自らへのプレゼントとして友人とネイルサロンに行きました。戦時であっても一部のネイルサロンは営業を続けているようで、戦時を生き延びるにはこれこそが必要だと考えているとオルガさんは言います。結婚して新たな家族を作る人もいます。キエフに住むリナさんはジャーナリストで、夫はキエフの警察官。海戦で明日の自分の運命すらわからなくなったことを受け、 ウェディングドレスもないまますぐに結婚することにしました。周囲の人々は警官や兵士のための食事作りの合間を塗ってシャンパンと料理を用意し新郎新婦を祝いました。リナさんはこれがウクライナだ。私たちはこのウクライナのために戦っていると語りました。多くの人々が危険にさらされているさなかにふさわしい行動だろうかと罪悪感もあるようですが、 日常をできる限り守ろうとみんなで協力する姿は本当にタフな人たちだなと思います。日本がもし同じ状況になったら例の自粛要請とかが出て、有事にけしからん、いかがなものかと、とかいう自粛警察が出てきそうです。戦火でも続く人生、いつまででも人生が続いていってほしいと願います。一週間お聞きいただきありがとうございました。